消費探しで損切りはとても重要というお話です。FX が大きく動いた後に、いつも不思議に思うこと。なぜ損切りをしないというのがあります。これね、えー、アップルショックで1117万3360円損をしたと。完全に想定の範囲外ですと。えー、ということなんですけど、 まあなんでね、為替が急に動くってことは、まあ、めったにないっていうよりは、まあ、毎年あると、ね。今の世界状況だと毎年あるね、いうことなのに、まあ、なぜ想定しないのか不思議ですね。で、まあ、アップルショックで、えー、強制ロスカットが多発したようです。ね、まあ、当然想定外なんでね、えー、深刻な温損する人たちがたくさん出ました。 全財産なくなりましたとか、寝て起きたら借金ができていました。まあそんな記事を見るために不思議な思うことがあります。まあなぜロスカットを設定しておかないと。ね、まあこれロスカットってね、えー、書いてありますけど、ほとんどの人言ってるロスカットはね、強制ロスカット。ね、本人がこれ以上損をしないようにと出しておいた注文のことじゃなくて、えー、もうね、えー、そんな大きく動かないと。 なぜかそういう不思議な自信があってね、ロスカットを設定してないんで、強制ロスカットになって財産なくなっちゃう。あるいは場合によっては借金こさえちゃうということになります。これね、考えたくないことは起こらないことではありません。嫌なことも起こるときは起こります。もしも FX や株式投資をする際は、見込み違いの際の損失を少なくすることをきちんと考えましょう。 嫌なことは起こらないと、まあそんなことを考えて対策をしないと立ち直れないほどのダメージを受けます。まあ、これはね、Amazon 輸出の商品探しでも同じことです。売れると思った商品が売れないこともあります。実際に売れて儲かることを確認するまでは、一つ仕入れて慎重にテストしましょう。見切り発車でたくさん仕入れる。いきなり旅費をかけて海外に行く。 売れるかどうかわからないものをメーカーや問屋から大量に仕入れる。初心者のうちにこういった勝負に出て勝てる見込みはほとんどありません。儲かる商品を見つける一番のコツは、儲かる商品を見つけるまで大きな勝負をしないことです、ね。なぜこれ FX に絡めるんだということなんですけどね。まあ、なんかね、不思議なことに、えー、FX の株にしろ見込みと違ってもね、 我慢してれば元に戻るとかいう、えー、不思議な前提のもとに投資する人多いんですけど、見込みが外れたってことはね、えー、もっと外れるかもしれない可能性の方がはるかに高いです。これはね、えー、なんかそういうふうに嫌なことは起こらないと考えてしまうという回路があるようなんですけど、これ ね、FX は、ね、楽にできるんで、まあ思わぬ大損することがあります。まあそれに比べればね、えー、商品仕入れというのは、えー、買って送ってという作業があるんでね、えー、そんな大変な、えー、見込み違いっていうのをね、えー、意識しなきゃしないんですけど、まあでもね、やっぱり、えー、商品探しの時に、もう完全にね、えー、まだ初めての商品なのに売れる前提で全部考えてるとねいう場合がありますけど、正直な話、 1>, 1回目に仕入れた商品が全部売れるってね、ないです。だからね、えー、試しに仕入れた商品、まあ、売れないこともあると。まあ、売れない商品があんま分かった上でね、ね売れて儲かる商品を見つけるまで商品を探すというのが在大前提なんでね。まあ、えー、売れなかったらどうしようと考えすぎるのも良くないんですけど、逆に売れるはずだということでね、えー、売れるかどうか分かんない商品を、えー、たくさん仕入れてしまうとかね。ね えー、あるいはね、えー、海外にね、ね海外は安いってことで一気にね、海外に仕入れに行っちゃうとか、あるいは、まあまだその商品が売れるかどうかわかんないね、えー、メーカーや代理店からね、えー、大量に仕入れちゃうと、まあ、いうことをすると、まあ、せっかく、ねえー、少ない投資と少ない労力で儲かる商品を見つけられるというアマゾン輸出のメリットがなくなってしまいますんでね、えー まあ、FX をしてない人には直接関係ないことですけど、怒、まあ、ってほしくないということは、怒らないこととは違うと。ね、で商品探しの方も、もう仕入れた商品は全部売れるのが一番なんですけど、まあ、なかなかそうもいかないと。でもそうじゃない場合でも、えー、商品探し、ね、儲かる商品を見つけるまで、えー、探せるように、ね、労力と気持ちとお金を、ねえー、分散するのが大切なんで、そのように指導してますのでね、えー、見込みが違った場合は、 それはあの見込み違いだった。別な商品探そうという形で気持ちを切り替えていただくということと、売れる商品を見つけたというね、確信が持てるまでは複数入れはしないというのを守っていただければね、スムーズに、あるいは損失少なく儲かる商品が見つけられますので、何しろ見込みと違うことも起こる、まあ、それでも大丈夫なように対策をするというのをね、前提に商品探しをしていただければと思います。また、 ね、あまり FX 儲からないって言ってるんでね、FX やってるって言え、やってるけど言えないという方ももしかしたらいるかもしれないんでね、まあ、やるのは別にダメだということは言いませんけど、必ず、ね、ロスカットすると、強制じゃなくて、見込みと違った方に動いた場合には、さっさとロスカットするというのはね、投資では非常に重要なことなんで、まあ、それは覚えて取り組んでいただければと思います。